Thank you.
ういえば。ノエルさんの運転も今日が最後。そうか。私もすごく残念です。この子個人的にもかなり気に。でもどな。うん、総長っていうより。そ、やれば。ま、とりあえずな。はい、どうしますか。目的地を選んでください。お安いご用です。はい、到着しました。どこに行こうかな。さあ、行くぞ。到着だ。よし、行くか。どうしますか。目的地を選んでください。よし、えっと、ふう、みんな大丈夫か。Thank you.
チャンスだ。よし、たたその程度じゃ俺たちは止められない。えいっ、やっ、よし、一気に行くぞ。バイソン、行くぞ。チャンスです。良いデータが取れました。お疲れ様。セイフ。よし、一気に行くぞ。バイソン、チャンスだ。よし、よし、上出来だ。やんねえ。えいっ、よし、一気に行くぞ。チャンスだ。よし、よし、上出来だ。やんねえ。よし、やっと。行きます、パワー。任せろ。えい、そこ。甘いってろ。任せてくれ。任せろ。はっ、私の番はそこです。ほう、これで一安心です。えいっ、よっしゃ、畳みかけるぞ。了解。任せてくれ。さてと、ここだ。よっしゃ、いい、よっしゃ、いい感じだぜ。さすがですね。えいっ、はっ。行くよ、行くよ。私の勝ち。任せろ。みんな、大丈夫か。私のそこ。こんなところかしら。今だわ。みんな、行く。上出来さくら。やるね。
よし、せいこう、うっしゃ、うっ、私の番です。俺の番だな。せい、私の番です。そこです。任せろ。はっ、任せて。おめでとうね。よし、行くぜ。行くぞ。えい、えい、私の番です。そこです。迎撃完了。先に行きましょう。すんじゃねえ。俺の番だ。えいと、私の番です。えい、任せろ。えい、任せてくれ。よっ、私の番です。そこです。任せろ。はっ、さてと。私の番ね。任せてくれ。世話が焼けるな。行くぜ。よし、私の場、そこです。任せて。みんな撤退しましょう。うっしゃ。よし、ええ、俺の番だな。せい、はっ、はい、さあ、俺の番だな。せい、うん、私の番ね。行くぞ。行きます。 Thank you.
の番だな。俺の番だな。任せろ。
手こずってるかい？行くぞ。よっしゃ。はい、そこです。俺の番だな。はっ、任せてください。俺の番だね。セイト。さてと。さあ。任せろ。は。私の勝ち。行くぞ。やっと。私の番です。さあ、戦闘終了。やれやれです。もうごまかせねえか。Yeah!
きます。ドライブ開始。任せろ。任せて。皆さん大丈夫ですか？ありがとう。任せて。行くぜ。エニグマ駆動。さあ。上出来かしら。やるじゃない。戦闘終了。全員無事だな。やっやっ、よっしゃ、畳みかけるぞ。了解だ。今だわ。みんな、上出来かしら。ヒュー、やるね。
畳みかけるぞ。俺の番だな。はい。ここだ。よっしゃ。戦闘終了。全員無事だな。先制可能。始めましょう。はい、では。今だわ。みんな。上出来作だ。ナイスファイト。Thank you.
私の番です。そこです。行くぞ。せい。うっしゃ。甘いけど。私の番ね。そこ。はい。はあ。俺の番だな。やっと。これが俺たちの力だ。
行くぞみんな。お俺の番だな。これ。さてと。さてと。行くぜ。行くぜ。赤きよし。何でもありません。今は機を伺うとき。行きましょう。
どうしますか？どこに行きますか？お安い御用です。はい、到着しました。よし、行くか。どこに行こうかな。さあ、行くぞ。よし、着いたぞ。俺の番だな。私の番ね。ライダー、今だ。上出来さくら、やるね。
行くか。どこに行こうかな。さあ行くぞ。到着だ。重傷を負った人が市内だけでも大勢。ドノバン警部やイリアさんも入院してるんだよな。はい、二人ともまだ昏睡状態のままだそうです。ドノバン警部はフランたちをかばったらしくて、フランの回復が早かったのも警部のおかげだと思います。そっか、豪快なおっさんだったが大したもんだよな。できればイリアさんともども様子を見舞えるといいんだが。そうね。それで妹さんの病室はどこだい？301だけど、その前に受付に一言言った方がいいかもしれません。わかった。セシル姉も相当忙しくしてるんだ。しちゃったんですか？はい、今大丈夫ですか？もちろんです。でもよかったですね、妹さんの意識が戻られて。はい、行きましょう。3階の301号室です。ああ、お邪魔させてもらうよ。失礼します。セラさん、意識が戻ったって聞いてね。思ったよりも元気そうで安心したわ。そうだね、顔色も良さそうじゃない。元気も元気、もう大丈夫ですよ。 2,3 日で一般病室にも移れるみたいですし、そうしたら退院まですぐですから。ダメだよフラン、体力も落ちてるんだからしばらく安静にしてないと。私なんて、私をかばってくれたドノバン警部なんて。フランさん、フランちゃんが気に病む必要はねえだろ。悪いのはあの連中、赤い星座の両兵だ。でも皆さんのサポートとか奪還でもありますし、頑張って回復しないと。大丈夫、安心してくれ。フランの声が聞けないのは寂しいけど、なんとか報告処理はできるみたいだし。今は回復に専念して元気いっぱいになってちょうだい。そうしたら私たちも遠慮なくあなたに頼れるから。ありがとうございます。そういえばお姉ちゃん、警備隊の方に戻っちゃうんだって？母さんから聞いたんだ。うん、いろいろ考えたんだけど、フランのサポートが受けられなくなるのはちょっと寂しいかな。ちょっとだなんて、悪女なんだから。だいたいお姉ちゃんは
フラン？大丈夫。点滴の薬が効いてきただけだから。お話はこのくらいにして、寝ちゃった方がいいわね。大丈夫ですよ。せっかくロイドさんたちが来てくれたんですし。それに、警備隊に戻る前に、お姉ちゃんには、必勝法を。はあ、何を言ってるんだか。皆さん、すみません。寝かせちゃっていいですか？もちろん。フラン、また来るよ。ゆっくり休んでください。体力が戻ったら、ケーキでも差し入れに来ますので。はあ、楽しみにしてるね。相当体力が落ちてるみたいだね。手術の時にかなりの輸血をしたから。でも後は良くなるだけよ。大丈夫、すぐに元気になるわ。はい、一旦外に出ようか。そういえばやっぱりドノバン警備やイリアさんは面会謝絶なのかな。一応ね。でもあなたたちは両方とも関係者みたいなものだし、私が付き添うから二人の様子を覗いていく。いいんですか？それはありがたいです。セシルさん、お願いするっす。それじゃあ行きます。すぐそこの302号室がドノバンさんの病室になるわ。イリアは303号室、しずくちゃんの部屋の向かいね。わかった。行こうか。レイモンドさん、どうも。お疲れ。看病にいらしてたんですね。たまたま警部の奥さんの代わりにね。警部が目を覚ましたら、何油売ってやがるって怒鳴られちゃいそうだけど。そうか。いかにも言いそうな感じですね。その装置、ひょっとして人工呼吸器か。うん、呼吸器系にかなりのダメージを受けたみたいでね。なんとか意識が戻ってくれれば回復も早まると思うんだけど。警部はさ、爆発の時僕とフランちゃんをかばってくれたんだ。あの大変な時、オロオロしてるだけだった不甲斐ない僕なんかを。しかもフランちゃんは手術までする大怪我だったのに、僕はかすり傷くらいで。自分の運の良さとずうずうしさが情けなくなるよ。レイモンドさん、あんたのせいじゃねえだろ。レイモンドさん、休憩してきたらどうですか？今は容体も安定していますし、私たちも巡回していますから、少しは休まないと。持ちますいません。でももうちょっとしたら警部の奥さんが来るので、それまでは。わかりました。どうかお大事に。またお見舞いに来ます。うん、警部も喜ぶと思うよ。シュリちゃん、いいかしら。シュリ、来ていたの。
イリアさん。静かで綺麗な寝顔だ。いつもグースか豪快に寝乱れているくせに、こんな時だけイリア・プラティエらしくなさすぎるって。容体の方はどんな？全身の骨折と内臓へのダメージに。成功したけど、まだ昏睡状態が続いていて、今は生命維持装置に頼らざるを得ない状況ね。そこまで。意識を取り戻しても復帰は絶望的だってさ。信じられるが、あのイリアさんがステージに二度と立てないんだぞ。それも、俺なんかをかばっていて、そんなのって何だろう。シュリー。大丈夫。きっと大丈夫よ。イリアのことは、私が一番よく知っているわ。どんな逆境でも決して諦めないで、ただひたすら上を見続け、それがイリア・プラティエよ。でも俺もそう思うよ。そうでなきゃあんな常識外れのステージなんて生み出せるはずがないと思うし。そうね、イリアさんの貪欲さがあって初めて実現できる空間だと思う。そこにステージがある限り、きっとイリアさんは戻ってくる。不思議と、そう思えてしまいます。だな。今は、エイドスとイリアさんを信じて、自分にできることをやってみな。今日はともかく、舞台の練習は欠かさない方がいいんじゃない？その方が彼女も、つられて起きてきそうだし。うん、きっとそうだよ。楽しそうなステージにつられて絶対に目を覚ますから。アンガト、ちょっと元気出てきた。そうだよな、俺たちがしっかりしないと。リーシャネーもいなくなっちゃったんだし。なあ、あんたらできればリーシャネーのこと見つけてあげてくれないか。どんな事情があったとしてもリーシャネーはリーシャネーだから。それにリーシャネーが戻ってくればイリアさんも元気になると思うんだ。わかった。特務支援課の名にかけて必ず見つけ出してみせるよ。みんなありがとう。これでシュリちゃんも元気を取り戻せると思うわ。私も少し勇気づけられちゃった。セシルね。やっぱり相当深刻な容態なんですね。正直安心はできないわ。それでもやっぱり私はイリアを信じてるから。それに信じる人が多ければ多いほど彼女はそれに応えてくれると思う。そうっすね。確かにそれはイリアさんかもしれません。しかしそうなると鍵はやっぱりリーシャか。ロイド、見つけられるのかい？正直わからない。本気で身を隠したんだったら見つけるのはかなり困難だ。そうですね。行方不明のヘイユー同様、自治州にいるのかいないのかもはっきりしませんし、
カルバード方面に戻っちまった可能性もあるしな。だが、首里蔵にあんな風に頼まれちまったら、諦めるわけにもいかねえよな。ああ、もちろんだ。ヘイユへの行方と合わせて、気を配った方がいいわね。私も、動力ネット方面を。本当にありがとう。私はナースステーションに戻るけど、ロイドたちはどうするの？ああ、仕事も残っているし、そろそろおいとまするよ。案内していただいてありがとうございました。こちらこそ。大変な状況だけど、お互い頑張りましょう。ただし、無理はしすぎないでね。了解っす。お疲れ様でした。本当にここが踏ん張りどころだな。心と体を傷つけられた人たちに笑顔を取り戻してもらうためにも、踏ん張りどころ。時はちゃんと名乗るのが礼儀だろう。ウルスラ病院だけど、どうしたんだユナ。アントラ、確か今日から支援業務に戻ってんだろ。ちょっと僕の頼みを聞いてくんないかなって。いや、だから勝手に警察のデータベースを覗くなって。それにこっちだって忙しいの。この前行方不明の遊撃士の捜索を手伝ってやったのは誰だよ。借り返すって言ってたよな。仕方ない、何でも引き受けられないけど、話だけは聞いておこうか。どこまで行けばいいんだ？だったら公安区にある灯台の前まで来てくれよ。そこで待ってるからさ。灯台？なんだってそんな場。来てのお楽しみだって。そんじゃ待ってる。あ、またヨナが勝手なことを言い出したんですか？いや。はぁ、もうなんだってそんな場所で。港湾区の灯台というと、爆破された兵衛の建物。確かにリンさんたちの調査も手伝ってもらったし、話を聞いてあげるくらいはいいんじゃないかしら。一区切りついたら早速行ってみましょうか。ああ。まあこちらの都合を聞かずに勝手に行ってきたことですから、多少待たせても問題は。よし、行くか。どこに行こうかな。さあ行くぞ。到着だ。わかんないぞ。たく、相変わらずマイと。そっか、ちゃんと話してな。いや、実はさ、ジオフロントの端末室まで僕を連れてってほしいんだよ。ジオフロントの端末室って？前に爆破されたあの部屋か？あれはジオフロントの B 区画にある第8制御端末。連れてって。
ってほしいのは飼育区にある第四制御端末さ。いやー、他の制御端末だとあんま自由が利かないんだよな。ヨーナ、また掘りもせず。動力ネット基本法はすでに執行されているんだし、さすがに違法占拠を手伝うわけにはいかないわよ。っていうか、話を聞いた時点で止めざるを得ないんだな。いや、一応は違法じゃないんだって。僕の今の立場は財団のエンジニアなんだから。ジオフロントの制御端末の管理資格も持ってるんだって。のティオ、どうなんだ。管理資格は本当ですが、それでもグレーな感じですね。動力ネット基本法ももう少し整備されるべきかと。さすがにちょいと微妙じゃねえか。そうですね、グレーゾーンの行為を手伝うわけにも。ああもう頭固すぎだっての。結社だったか、あの変な連中が動力ネットにもいろいろ仕掛けてたんだろ。今も何かされてない保証がどこにあるんだっつーの。それは確かに、それは言えてる。おっさんも気にはしてたけど忙しくて手が回ってねえし、動きやすい僕がわざわざ援護射撃してやろうってんじゃん。感謝されこそすれ、渋られるのはおかしくね。ったく、口だけは達者な小僧だな。でも確かに気になるといえば気になります。あの道化師の少年、ノバルティスという博士、財団を超えるネットワーク技術を確かに持っているようでしたから。わかった、手伝おう。ただし明らかに違法なハッキングは控えてもらうぞ。それと地下で何日も過ごさないで部屋のベッドで寝ること、それが条件だ。おいおい、勘弁してくれよ。なんでこの天才ヨナ様がそんなリアルに合わせないと。ジロ、そういうのはロイドは厳しいものね。まあそのくらいの条件は飲んだ方が無難かと。ああもう分かったよ、その条件でいいからとっとと連れてってくれ。制限ガチガチのオルキスタワーの端末なんてもう耐えられないんだってば。まあ本音はそんなとこか。やっぱり少し老け、うっせえな。それで飼育区だけど、もう準備はいいのか。他のジオフロント区画と同じく魔獣とかいると思うぜ。そうだな。そんじゃとっとと降りよう。降りるってどういうことだよ。ああ、飼育区の入り口はこの灯台にあるんだぜ。知らなかったのか。そうなのか。見てなって。やれやれ、趣味全よし。そんじゃ、またすごい場所だな。データベースによると熱処理プラントや
ゴミ焼却場を併設したエリアみたいですね。ルピナス川から水を引き込むことでプラントの冷却処理をしつつ、都市全域に蒸気を配給する。セントラルヒーティングがいずれは可能になるらしいです。あくまで当初の予定で。なんつうか、つくづく箱だけは。そうね、このエリアも。しかしここって通商会議の時、ラドリーたちも共和国のテロリストたちも。そういえば確か兵友に先を越されてしまう。なんだか随分昔のこと。まだ2ヶ月くらいしか経っていないのにね。ああもう干渉に浸るのは後回し。暑いしムシムシするし、これだからリアルは嫌。これで端末室の冷房が壊れてたら。お前な、そんなに文句があるなら引き返しましょうか。嘘第4制御端末はエリアの一番音っとも抜けて涼しい風にあって。
私の番です。ここだ。よし、
やっと。みんな、返すよ、そこ。任せてくれ。チャンスです、皆さん。集団撃破しました。基部からも繋がっているんだよね。そっちから行くっていう選択肢はなかったのかい。ああ、例のテロリストの件以来地下が封鎖されたらしくてさ、そっちからだと第四制御端末もめちゃめちゃ近いみたいだから、僕一人でも行けたと思うけど、ま、第四制御端末の近くには出口への直通リフトもあるみたいだ。それを起動させたらこの先はあんたらには迷惑はかけないって。まったく調子いいな。先を急ぎましょうか。先生、気をつけなよ。行くぞ。えいっ！
私の番ですね。はっ、うっさ、うん、僕の番か。無駄だよ。よし、行きます。やろう。さてと。よっしゃ。やれやれ。チェイス。はっ。うっしゃ。はっ。うっ。この調子で行くぞ。
よし、上出来だ。やるね。任せてくれ。えいっと。はい、そこです。迎撃完了。先に行きましょう。一気に行くぞ。アイサー、今だわ。みんな、よかった。始めましょう。ここチャンスだ。よしよし、上出来だ。お疲れ様。俺の番だな。よし、はっ。よし、もう大丈夫だ。敵発見。一気に決めるぞ。エニグマ駆動。行きます。行くぜ。俺の番だ。お疲れ様。
苦労したのは俺たちの方だろう。まあまあ慣れていないとついていくだけでも大変だったでしょうし。そうね、私たちも最初は辛かったわね。特にヨナは昔の私以上の引きこもりですから、これでもまあまあ頑張った方ではないかと。うん、しかし若いうちはいいけど、大きくなったら大変じゃない？よかったらヨナ、朝のジョギングに付き合うか。週1くらいでもいいからさ。ああもうほっとけっての。とにかく暑いんだから、端末室に入って冷房を。ヨナ、こっち。いい区画でうろついていた掃除マシンのデカ版か。いえ、そんな生優しいものではなさそうです。ユラ君、探し…あ、わかった。ピピピピ、目標発見しました。ネットワークにアクセ対象者を特定。クロスベル警察特務支援課。なんだこいつ。まさかネットから僕たちのことをわざわざ特定したのか。ピピピ、危険度レベル3、とりあえず排除しておきます。とりあえずアバウトすぎるっての。とにかく迎撃しましょう。危険度は手強いです。分かった。
ニグマクロー。それ私の番ね。エニグマクロー。私の番です。ドライブ開始。よし。今だ。行くぞ。セット。俺の番だな。行くぜ。行くぞ。たまっても俺の番だな。行きます。エニグマクロー。ええ、すごい。俺の番だな。ぜ よし。よっ、じゃあ。そこ。今だ。任せて。行きます。そこです。任せて。よかった。今のマシンは。どう考えても不法投棄された機械というレベルじゃないような。結社の関与の可能性が高いかもしれん。ルバーチェの会長室を守っていた人形兵器と似た反応でしたし。あの武者っぽいやつか。なんかあれよりも高度なことをしてなくて。動力ネットにもアクセスしてたね。やっぱり結社が何かしているんでしょうか。しょうがないんじゃ。それよりいい加減端末室で冷房に当たろうぜ。このヨナ様が連中の動きをいろいろ探ってやるからさ。お前のんきというかたくましいというか肝が据わって。どうやらさっきのマシンは無線で動力ネットに接続する装置が積まれてたらしくて、ノバルティスとかいう管理者名が記録に残ってるぞ。ノバルティス、あの白衣の男か。どうやら結社の中でもかなりの地位の人みたいだけど。マットっつうか薄気味悪いおっさんだったよな。ひょっとしたら戯れに試作品を放ったのかもしれません。なんというかそういうのが大好きそうな性格みたいですから。ああ確かにそんな感じだね。見た目以上に危険人物なのは間違いなさそうですけど。でもあれ以上は放たれてないみたいだし。
容器なく引きこもれるってわけだな。いやー、パワー近くだから回転速度がめちゃ速な上に制限もほとんどないし、イエーイ、第四制御端末最高。ノリノリだな。やっぱり引きこもる気満々じゃねえか。ヨナ、主任には一応報告を入れるんですよ。あんまり勝手はしないように。ああ、はいはい、あとは僕一人で大丈夫だからとっとと帰っちゃっていいぜ。おっと、こんなところに新しいサーバーができてんじゃん。いやー、クロスウェルのネット環境もなかなか充実してきたよな。やれやれ、もう夢中みたい。でも大丈夫そうですね。結社の動きはちょっと心配だけど、ま、たまに様子を見に来ることにしよう。このまま引きこもり続けないかもちょっと心配だしな。ですね。そういえばヨナのやつ、出口に通じる直通リフトがあるとか。ええ、どうやらこの場所はオルキスタワーの基部付近、そこからコーンアークの灯台まで一直線にリフトが出る。それは助かる。またあのクソ暑い中を通って帰るのはさすがに面倒だからな。確かに。それにしてももう夕方くらいになるかな。うん、そう。それじゃあリフトを使って町に帰りましょうか。ああ仕事もここまでかしら。はい。
ろいろとお世話になりました。短い間でしたけど、本当に勉強になりました。ノエル、こちらのセリフだよ。ちょうど3ヶ月くらいだったわね。私と一緒だったのは2ヶ月くらいですか。なんつうか寂しくなっちまうよな。私も名残惜しいです。それに結社や両兵団、幻獣とか青い花の問題も全然解決していないのに離れるのは申し訳なくて。ノエル、まあ立場が違ってもクロスベルを思う気持ちが同じならって僕が言うとうさんくさいかもしれないけどさ。マジか。それに一段落ついたらまた戻ってくればいいじゃない。君、一応将来を期待されてる身なんだよね。警備隊でドンパチやってるだけより確かに視野は広げられるし。もう最後まで生意気なんだから。まあ確かにそうにゃ司令もそのつもりでお前を出航させたんだろうしな。ノエル先生、よかったらぜひまた一緒に働きましょう。そうでなくても休日とか一緒に遊びに行ってもいいし。私も車の運転とか教えてもらいたいです。年齢制限のせいで今回は襲われませんでしたし。喜んで。ありがとうノエル。君の運転と戦闘技術と行動力には何度も助けられたけど、何よりもそのまっすぐなところにいつも勇気づけてもらった。ロイドさん、離れてても俺たちは仲間だ。警備隊で困ったことがあったらぜひ俺たちを呼んでくれ。俺たちもノエルの助けが必要な時は。はい、喜んで。さすがリーダー、一瞬でいいところを持っていきましたね。まったくもう。これはお嬢ももう少し頑張らないとね。私は別に。そういう意味でも支援課に戻ってきてもらって。先輩、はあ、あティオ、何の話だ。まあロイドさんもまだまだ未熟ということかと。ダメ出しされた。試験導入するとか言ってたよな。調べりゃ一発で。あれ？なんだ？このゴミみたいなデータ。いや、データじゃないのか。構造体？いや、それよりもはるかに。なんだよ、これ。
でもないことになったな。ええ、正直考えられないくらいの展開の、おじい様にも確認しようと思ったのだけど、昨日から連絡がつかないし、課長も朝早くに本部に出かけたきり帰ってきませんね。国防軍という組織について確認しに行ったんでしょうか。ああ、正直寝耳に俺たちだけじゃなくて警察上層部も同じらしいけど。おいおい、さすがにそりゃおかしいだろ。ノエルやミレイユたちの方はどうしてんだ。現在警備隊方面とは連絡がつかなくなっていますね。おそらく問い合わせが多すぎて情報を遮断しているのではないかと。無理もないわ。この資産凍結にしても帝国や共和国が黙っているはずがないし、実力行使も辞さない。国境方面が心配だな。ごめん、不安にさせちゃったか。ううん、大変なことが起きてるのはキーヤにだってわかるし、それよりワジ朝から見かけないね。ああ、そういえば、あ、ワジさんなら野暮用で出かけるって言ってました。課長が出た後だったと思います。そうなのか。まあ、こんな時にちょっと感心しないわね。こんな時に誰だ。はい、よかった、いてくれたね。私はセシルだ。セシルね。あ、セシルだ。セシルさん、どうなさったんですか。ここに来てくれるなんて珍しいっすね。ごめんなさい、いきなり訪ねてしまって。そのアリオスさんとか。アリオスさん来ていませんが。それが昨夜夜遅くに病院に来て、しずくちゃんを連れて行ったの。その場で退院の手続きもしてしまって。え、それってしずくが。それでどういう事情なのか確かめ、ギルドのミシェルさんも全く心当たりがないみたいで。それで念のためあなたたちのところも。そうだったのか。あのさ、なんだってそんなこと。夜遅くというのは普通ではない気がします。とエニグマじゃねえってことは課長じゃなさそうだな。まさか。通話設定はスピーカー。この声そう見てる。グレイスさん、どうしたんですか。どうしたもこうしたも、さっきオルキスタワーからとんでもない通達があったのよ。どうやらディーター市長がクロスベル独立国の初代大統領に就任したらしいわ。おいおい、何の冗談だよそりゃ。あ、私だって最初。でもその通達をしてきたのは白い軍服を着た兵士で、発表されたばかりの国防軍って名乗ったわよ。は、兵士ってことは。ええ、多分警備隊のメンバーなんでしょうけど。それと驚かないでね。就任直後にディーター大統領が国防長官の任命を行ったの。それもあのアリオスさんに。え、それってアリオスさん。ちょうどこれから大統領の就任演説が始まるらしいわ。動力ネットでも配信するみたいだから、よかったら見ておきなさい。グレイ先輩、
今のは。わからないけど、あのアリウスさんが国防長官。長官ということは国防軍のトップ。ありえねえだろ。遊撃士の肩書きはどうすんだ。リーダーのおっさんが大統領ってのも唐突すぎるし。とにかく端末で就任演説を見てみましょう。皆さん、ごきげんよう。この度、クロスベル独立国の初代大統領に就任した。突然の発表で驚かれた方も多いでしょう。ですが現在、クロスベル、未曾有の危機が迫っています。正義を踏みにじり、我々の尊厳を奪い取ろうとする邪悪な意志が迫っているのです。その意志はつい先日もこのクロスベルを恐怖と悲しみのどん底に叩き落としました。聡明な市民諸君ならば薄々気づかれていると思いますが、私はあえて今日この場でその勢力を名指しで弾劾しましょう。エルボニア帝国政府、それがその邪悪な意志の一つです。もちろんお気づきのとおり、邪悪な意志は一つではありません。カルバード共和国政府、狡猾な犯罪組織と手を結んでいた彼らもまたクロスベルの平和と尊厳を踏みにじろうとして、彼らは長年にわたりこのクロスベルを自分たちの属州として扱ってきました。彼らがどんな犯罪を犯しても我々に追及する権利はありません。そして今もなお豊かな税収をかすめ取られる形で、ですが、それだけではありません。我々は生命の危険すら脅かされてきたのです。この地が彼らの覇権をめぐる争いの場であったことは皆あくまで昔の話。いいえ、とんでもありません。近年幾度となく起きていた不可解な謎めいた事故、それは爆発事故であったり飛行船の落下事故であったりと、我々はどこかで気づいていたはずだ。原因不明で泣き寝入りするしかなかったそれらの事故が彼らが暗闘の結果である。我々は等しくエイドスの前に罪を背負っている。今んと今日それがその罪の名であろう。過去犠牲になった魂に報いるためにも、そして先日の襲撃によって傷ついた人々に報いるためにも、我々の子供たち平和で誇り高き未来を届けるため、今こそ我々は欺瞞と強打を捨て誇りと勇気を持って立ち上がらなくてはならない。むちゃくちゃだ。だが
確かにそう正す。ディーター君、そのために私は今日大統領という立場に就かせていただくこととなった。無論これはあくまで迫り来る危機に対処するための暫定的な処置に過ぎない。いずれ平和を取り戻した暁には選挙という形で民意に問うことをこの場でお約束させていただく。そしてもう一人、諸君もよく知るこの人物が神聖クロスベル独立国に協力してくれることとなった。ご紹介しよう。先のクロスベル市襲撃において獅子奮迅の働きで風の牽制の名で知られる遊撃士協会クロスベル支部に所属していたクロスベル国防軍司令長官アリオス・マクレイン君だ。ご紹介に預かったアリオス・マクレインです。未だ若輩者ゆえ不安に感じられる方々もいらっしゃるかもしれません。ですが遊撃士の時以上の働きでいかなる脅威も退けることをお約束しましょう。クロスベルを守り抜く盾として、そして正義と平和を脅かす全ての敵を打ち破る剣として、実はアリオス長官はかつては優秀な捜査官としてクロスベル警察にも所属していた。そしてギルドではご存知のように国際的な案件を数多く解決してきた。すばらしい。その意味で決して見当外れな人事ではないということを。お父さん、どうして。就任演説は当然見ていた。まあ是非はともかく警備隊は国防軍として完全に再編成されたようだ。俺たち警察もその一部として組み込まれることが決定。そんなひょっとしてソーニャ司令も映像に映ってただろう。あ、了承したんだろう。どうなるかわからんが今はオルキスタワーには近づかないようにしておけ。国防軍の兵士たちが厳重に警備しているはずだ。了解しま、また連絡する。あんま先走るんじゃねえぞ。課長は何と。ああ国防軍だけど。そう、ソーニャ司令があっち側に回ったのかよ。まあ立場からすると仕方のないことかと。アリオスさん、しずくちゃんを連れて行ったのはこのことが原因。そうですね。あんな立場になってしまったらしずくちゃんにも影響が。反対派に狙われる可能性とか出てくるかもしれないしな。この状況ですとないとは言い切れないかと。キーヤ大丈夫だ。しずくちゃんに危険が及ばないようアリウスさんも考えてるはずさ。うん、そうだね。ちょっと心配だけど。キーヤちゃん、セシルね、悪いんだけどちょっと留守番を頼めないかな。ライド、ええ、夕方までなら大丈夫だと思うけど。どこかに出かけるの。ああ、なあみんな、とりあえずギルドを訪ねてみないか。そ、
それもそうね。確かにアリオスさんの件は事情をお聞きしたいです。だな、さすがに寝耳に水だぜ。わかったわ、キーヤちゃんと一緒にここで留守番しているから。大変な状況みたいだけど、くれぐれも気をつけてね。無茶だけはしないこと。ああセシルさん。それではお願い。キーヤ、セシルさんと一緒にいい子でお留守番しててください。あ、キーヤちゃん。キーヤ。確かにいろいろ起きてるが、心配することはねえんだぞ。うん。大丈夫だ。確かにこの先クロスベルがどうなるかわからない状況だけど、俺たちがいつだってキーヤの元に帰ってくるのは絶対ないだ。そうですね、それだけは確かです。前に俺たちが出かけた時もちゃんと帰ってきただろ。だからキーヤちゃん、安心して待っててちょうだい。エリー、リオ、ランディ、うん、みんな気をつけてね。やるね。